第1位にすき焼きソングの名前が躍り出た。35年前アメリカの人気番組にも招待された日本人歌手の貴重なシーンをこの方と一緒に見ていただきました。そう、これは歌手坂本九さんの貴重な映像、しかもお二人が出会う以前のもの。こぼれないように思い出す春の日、ひとりぼっちの夜、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように思い出す夏の日、ひとりぼっちの夜。ありがとうございます。ひとりぼっちの夜。この時キューちゃんの声はアメリカ全土に響き渡ったのでした。日本人が全米ビルボード1位になったのは今田キューちゃん一人なのです。なんかのね、その頃の日記が残ってまして、なんかすごくもう鮮明に飛行機の中とかずっと書いてあって、なんかすごいカルチャーショックを相当受けていたみたいなんですね。僕はダメだダメだ、もっと勉強しなきゃしなきゃ。Is American music popular in Japan? Hi, すごく流行ってます。What does hype mean? Yes. Yes. Hey, I learned something. So when I said, is American music popular, he meant yes. Yes. Hype. How do you say no? Yeah. 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 Well, listen, we'll all eat after the show. Does he dig Elvis Presley? Elvis Presley 好きですか? 好きです。Could Q tell us a Japanese joke? Q ちゃん、あの、日本のね、あの、ジョークっていうのは。やっていいですか? いいですか? Can he say one? Sure. He can tell a joke, then you tell us what it was, and then we'll laugh.My laughs come in that late sometimes. ハッチャンとクマさんがおりました。そのクマさんっていうのがいろいろハッチャンに聞きました。おハッチャンや、何おかしい。ハッチャンや、うん。あそこの向こうにこう垣根ができたんだったね。ハッチャンがそしたらば、へえ、つった。That's pretty funny.Hatsan and Kuma-san are their friends, you know,、uh-huh. and、they were talking about the same things, and they say, なんて言った?もう一回。垣根があってね、垣根ができたんだってね、つったらば、へーっつったっていう。それは面白い。